こんにちは、吉田さん。メッセージありがとうございます。そして億万長合宿をご覧の皆様、速稼塾の久保です。多数決っていう考え方が私はね、非常に、疑問があるということなんですよね。ずっと言ってるのは私は少数決って言ってるんですよ。その少数決の中でも、少数だから絶対にってわけじゃなくて、少数派にもやっぱりね、たくさんの少数派があるんですよね。いろんな少数派、意見1とかね、意見2とか、3人の意見しかないとか、4人の意見しかないとかで、100人ぐらいで何かを決めるときって、大体多数決、過半数の人が考えていることに、まあみんな一緒に巻き込まれていくんですよね。で、過半数なんで多数決だからしょうがないって考えありますけども、ここでね、ちょっと冷静に考えてもらいたいんですよ。100人の人が集まったときに、優秀な人ってどのぐらいいるんですかね。多分少数だと思います。ね。だから、少数の方が正しいんですよ。これは、どこをどう切っても、これ以外の答えはないです。少数の方が正しいです。ただ少数の中にも少数派 A、 少数派 B、 少数派 C、 少数派 D って言って、賢くて少数なのと、いや本当にね、的外れで少数ってのもあるんですよ。だから少数派の中でも少数決の中でも、どれが優れているかっていうのを選ばないといけないんですよね。その時にどうするかなんですよ。その時にね、まず一番最初に考えるのは、多数決を取った時に過半数を選んだ人は全員落選だっていうね、こういう前提をみんなが持っていないと多数決は機能しません。そして少数決も機能しません。そしてですね、普通の人が大半なわけですから、その普通の人が、あ、確かにな、この人の言うことは最もだよなっていうふうな、少数を ABCD のどれに選ぶかってことが多分ですね、成功率高いんですよ。でも普通の人、大半の過半数の普通の人は、賢い考えがいきなりは思いつきません。でも、賢い考えを提案したら分かるんですよ。あ、こういうことなんだねっていうふうに分かるんですよ。で、愚かな考えも提案したら、いや、これはちょっとないんじゃないのっていうふうになるんですよ。で、共通していることっていうのは、大半の人、過半数を選ぶ人っていうのは、優れた意見も、愚かな意見も出てこないんですよ。で、中間の意見があるんですよ。常識的な意見。ね。誰かが言った意見とかね。雰囲気とか空気とか。こういったものが得意なんですよ。でもそれはどこの正解にも向かわないというのが、私の根底からある回答なんですよね。だから、みんなで何かね、決め事をするときに、パッと手を挙げるじゃないですか。過半数だったら私手を下ろしますね。しまったと思います。恥ずかしいとすら思います。いや、しまった。俺の考えってありふれている、NG な考えだったんだ。しまったな、ここは自分のウィークポイントだな。じゃあこれをひっくり返すような別の優れたアイデアを構築しないとなっていうような頭になるんですよね。そう、分かりましたかね。多くの方はそうは言っても、普通とかね、常識的な意見に頼ると思うんですよ。今世界を見てください。多くの人、過半数の人、過半数の国、多半数の国の権力者っていうのは、コロナウイルスに怯えてますよね。少なくとも怯えさせるような報道してますよね。過半数を選んだ時に何が、私はね、これはダメだと思うからなんですよ。みんながコロナウイルスを恐れているということは、恐れるに足らんっていうのが正解なんですよ。ただ、無防備になるってことじゃないですよ。極端な人っているんですよ。ほら、コロナウイルスも死者出てるじゃないかとかね、イタリアどうなんだっていう人いるんですよ。それはね、一つ一つ条件をしっかり見ていかないとわかりません。で、日本はね、17人の方がお亡くなりになりました。そう言うと、検査をしてないだけで感染者ってまだまだいっぱいいるんじゃないのかってまた言うんですよ。すごく的外れだなと。これが本当に頭使ってない人の考え方なんですよ。いや、検査をして、じゃあ、100万人の感染者が分かりました。でも、死者の数が、17人は変わらないんですよ。今日の時点でですよ。17名の亡くなった方には申し訳ないですよ。気の毒だと思いますよ。ご高齢だったり、いろんな条件があって、基礎疾患もあったでしょう。そして健康とされる方ももしかしたら亡くなったかもしれません。それはね、病なんで、健康な人でも亡くなるのが病なんですよ。でも基本的には、もともと弱った方から亡くなるんですよね。それはもう確率とかの問題ですから。じゃあ健康なね、アメフトの選手が100人いて、コロナウイルスかかって、じゃあ3日以内に死にますかって話なんですよ。そんなことないですよね。やっぱり弱った方の中で死亡率が高いって話なんですよね。ちょっと話戻しますけども、今ね、PCR 検査を日本人が1000万人が受けましたって言っても、感染者は増えるでしょ。でも、死者の数が17人からいきなり500人になりますかってならないんですよ。ただ、死亡率が下がるだけです。だから PCR 検査を受ければ受けるほど、死亡率は下がるんですよ。
死亡者数は同じです。だからね、言ってることが全然違うんですよね、うん。で、今度ね、私よく言うんですけども、コロナウイルスで亡くなった方は 1,2,3 月で17名、本当に痛ましいことなんですけども、お餅を喉に詰まらせて死んだ方は1700人なんですよ。お餅の方が危険なんですよ。で、それを言うとね、お餅はうつらないでしょとか、ウイルスはうつるんですよって言うんですけども、まさにこれもおかしな考え方なんですよ。うつりもしないお餅で1700人死ぬ方が危ないでしょと。うつるんだけども死者数が少ない、死亡の確率が低いウイルスの方が危険度は低いじゃないかっていうふうに考えられないのかなと思うんですよね。だから私はいつもこうやって常識外れで、常識破りで、世間知らずで、多数派じゃないですよ。でも多数派じゃないから日々自由に、日々楽しく、日々もう何の責任もね、責任はあるかまあなんか楽しくおかしく面白おかしく生きてますよ今ね。いろんな不安がこの世の中を吹きまいて、個人事業主とかね、飲食店とかすごく経営苦しくて潰れてるでしょ。会社員の方も、今日もね、私の友人の会社が潰れましたよ、旅行会社が。本当に真面目にね、コツコツと働いてきて、私と同じ年代ですから47歳48歳、家族を抱えて、子供を抱えて、会社倒産ですよ。気の毒ですよ、本当に心から気の毒ですよ。でもこの倒産というこの瞬間までは、私が異端児で一般の会社に勤めてる人の方が立派な人っていう評価だったんですよね。で、コロナウイルスがほんのね、2、3ヶ月噂になったぐらいで、会社って簡単に潰れるんですよね。で、私もコロナウイルスのおかげで結構ね、厳しい部分ありますよ。アフィリエイト報酬が減ったりしますよ。でもですよ、日々変わらないです。で、ゆっくりと次の対策を打つことができます。 FX も勝ちまくりです。異端なんですよ、本当。普通じゃない生き方してるんですよ。普通じゃない生き方、少数の考え方を取った中でも、私は相対的に正解の方に触れていたのかなと思いますよね。ということでね、億万長者の道って確かにあるんですけども、ある意味過酷ですよ。普通を全部否定しないといけないんで、多数決に入っちゃダメなんですよ。一瞬たりとも億万長者になる人は、異常な考え方と異常な冷静な視点と、それから多くの方が困ってる時に困らないって状態がいつもないといけないんですよ。ね、今まさにそうですね。多くの方が困ってる状態の時に困ってないんですよ。その少数決の少数派のルートを取った人は、多数派のルートを取った人は多数派と一緒に非常に困ってると思うんですよね。これはね、だからね、変に自分をね、なんていうんですか、上げて他を貶めてるわけじゃないんですよ。現象を言ってるんですよ。私もだから少数派だから味方はいないですよ。怖いですよ。多くの人と意見が合わないですよ。意見が合わないからよしと思うわけなんですよ。だって個人の時代って多くの方が言ってるじゃないですか。これすごく不思議なんですけども、多くの方が個人の時代って言ってるのに個人を生きてないんですよね。だから結局はそういう概念がなんとなくあるだけで、自分を含めた個人っていうのをそんなにね、尊重しきれてないんじゃないかなっていうふうに感じたりするんですけども、どう思いますか。これは個人の時代って何なんですかね。本当に個人の時代を生きてますか。いってらっしゃい。